随法は日本海軍の航空母艦。随法型航空母艦の一番艦。日本海軍はロンドン海軍軍縮条約による航空母艦の保有制限から逃れるために戦時に航空母艦に迅速に改造できる艦船の保有計画を持っていた。その計画により建造されることになったのが高速給油艦、高崎及び同系艦の剣先である。 1936年6月19日、特務艦高崎として浸水し、完成予想図を描いた官名入り絵はがきが発行された。その後、建造途中で軍縮条約から脱退したためにより航空母艦に改造しやすい、潜水母艦に計画変更され、さらに潜水母艦から航空母艦へと計画を再変更、官名も高崎から随法へと改名された。 1940年12月27日、航空母艦随宝として巡航。空母としては、姉妹艦、超大鳥より先に完成した、佐世保鎮守府所属。1941年初頭より、乗組員完熟訓練と航空揮発、着艦訓練を実施、4月上旬に第一艦隊第3航空船隊に編入、空母砲送の両艦となった。 10月、公開実習と、軍需物資輸送を兼ねて、台湾の高雄市へ航海を行う。1941年12月8日、南雲機動部隊による、新珠湾攻撃が実施されると、日本本土で待機していた第三航空船体は、連合艦大機艦長戸以下戦艦8隻、巡洋艦7隻、護衛駆逐艦多数と出撃、小笠原諸島近海まで航海を行い、 13日に、葛島白地へ戻った。随宝は、搭載機による対戦警戒、紹介任務に従事したが、開戦当日に97式艦上攻撃機1機を着艦失敗により喪失した。1942年2月17日、第27駆逐隊に護衛されて、横須賀を出港。補充用の零式艦上戦闘機を、フィリピンのミンダノ島ダバオへ、輸送。 3月2日に帰還した。以後瀬戸内海で訓練に、10時96式艦上戦闘機が随砲の艦視に乗ってしまう陳事も起きた。4月18日、空母ー,ーネット、エンタープライズによる同リットル空襲の際、アメリカ軍機動部隊迎撃のため、桂島白地を出撃するが、快適することはなかった。5月7から8日、 ニューギニア島ポートモレスビーをめぐり日米機動部隊が激突する35回海戦が勃発、島妹艦の小おとりがアメリカ軍機動部隊の艦載機により撃沈されている。当時、連合艦隊と軍令部は今後の作戦方針について対立、混乱状態にあった。山本56連合艦隊司令長官や黒島、亀戸参謀は ミッドウェイ島の攻略とそれに伴うアメリカ軍機動部隊との決戦を機と連合艦隊の総力を挙げたミッドウェイ作戦が決定する。随法は第二艦隊を基軸とする攻略部隊主体に編入され同作戦に臨んだ。冷戦の生産が間に合わなかったことから、随法の航空戦力は96艦船6戦6、零戦九十七艦航級という編成で、 上空、なおえのため敵艦隊攻撃の機会はないという判断から、魚雷は一本も艦載していなかった。5月27日、日本本土を出撃する。6月5日、日本海軍は、主力空母4隻、従順洋艦ミクマを、創出、さらに空母エンタープライズ、ホーネットの追撃を受けた。ミッドウェイ海域に残存する日本空母は、 包装随法のみで、さらに、包装の艦載機は旧式の96艦船と96式艦上攻撃機であった。随法は魚雷を搭載しておらず、高高度からの水平爆撃も戦火は期待できないため、最後の手段として97艦航に爆弾を搭載しての艦航火爆撃が選択された。6月8日、発艦準備が行われるも、米艦隊との快適はなく、 出撃機会はなかった。6月9日、攻略部隊主体は、北方部隊に編入され、アリューシャン方面に向かう。14日、第二機動部隊と合流する。24日、大港に入港した。28日、随格と共に出撃、アッツ島港高い域で行動するが、アメリカ軍と交戦することはなく7月13日に、佐世保へ戻った。7月14日、 艦隊の再編が行われ、第3艦隊が編成された。第1航空戦隊と第2航空戦隊がその主力となった。8月7日、アメリカ軍はウォッチタワー作戦を発動し、ガダルカナル島、ツラギ島、フロリダ諸島に上陸、ガダルカナル島の戦いが始まった。第1航空戦隊は8月16日に柱島白地を出撃したが、 7月31日に出居したばかりの随砲は出撃できず、随砲の代官として2航選の竜城が昇格、随格に随伴して出動した。8月24日、竜城が第二次ソロモン海戦でアメリカ軍機動部隊艦載機に撃沈された。9月1日、随砲はクレを出港し6日にトラック白地に10から23日にかけて作戦に従事した。 9月25日、トラックを立ち29日横須賀機、10月1日、横須賀を出発し、トラックへ向かった。到着直前の6日、従順熊野の偵察機は随砲を敵味方不明の空母と報告、トラック白地の戦艦山和以下各艦に一時緊張が走っていた。8日にトラックへ到着し航空機輸送任務を終え、10月15日、日本軍は、 アメリカ軍輸送船団を攻撃してガダルカナルトへの航空燃料補給を阻止する。10月26日、随法は日米双方の機動部隊が正面から対決した南太平洋海戦に参加した。5時25分、第3艦隊から第1次攻撃隊62機が発進した。途中、随法0戦隊9機は第3艦隊攻撃に向かう空母エンタープライズの 艦載機19機を発見し、第一次攻撃隊から分離して迎撃した。空戦により冷戦2機が撃墜され、残存7機中2機が、キロ行方不明となり、艦隊に帰投したのは5機であった。5時40分、作敵中の SB リードーントレス2機が随砲を奇襲、随砲の飛行艦板後部に、爆弾1発が命中し、15メートルほどの箱が生じた。 航空機着艦不能となった随砲は艦隊から離脱した。このため随砲所属機は随閣に収容されて戦闘を継続した。策的任務終了後、空母随閣に着艦した田中一郎中尉は第三次攻撃隊の指揮官となり11時15分に出撃。空母砲ネットに 800kg 爆弾による水平爆撃を行って命中弾を与えた。 最終的にホーネットは日本軍前進部隊に捕捉されて来撃処分された。10月28日、随法はトラック白地に帰投した。11月2日、第一航空戦隊は従順熊の地熊第4駆逐隊第17駆逐隊駆逐艦秋月等に護衛されて内地に向かい、7日、浜風、磯風と共に佐世保到着後は修理に従事した。 1943年1月17日、随宝は随閣と共にクレを出港し23日にトラック白地に着いた。1月31日、順洋と共にガダルカナル島方面に出撃、化合作戦を支援した。2月9日に帰島。2月18日から2月19日にかけて、随宝の飛行隊はトラックから上枠へ進出し、 陸軍部隊のウェワクへの輸送の際の対空、対戦警戒に従事した。2月26日、ウェワクで爆撃により、観光一機炎上などの被害を出した。任務終了後、観光はトラックに戻ったが、冷戦は次の雷への輸送作戦のためカビエン待機となった。3月上旬、追放戦闘機隊は、ラバウルから雷に向かう駆逐艦8隻、輸送船7隻、 輸送艦の島の上空な応援を行った。3月3日、随法の冷戦隊15機は、アメリカ軍陸上爆撃機体と交戦したが、二人が、戦死、輸送戦団の援護にも失敗した。続いて4月2日より、異合作戦に冷戦21機、観光発揮を派遣する。4月18日、同作戦指導のため最前線に赴いていた。 山本56連合艦隊司令長官は搭乗機を撃墜され戦死した。5月3日、第一航空戦隊はトラック白地を出発し、9日に佐世保に到着、修理と飛行艦板の20メートル延長、航空隊再編が実施された。6月15日、ドックを失去すると、18日から瀬戸内海で訓練に従事した。7月9日、 クレを出港し15日トラック白地に。9月18日から19日、アメリカ軍はギルバート諸島の日本軍に対し、アメリカ軍機動部隊と陸軍第7航空部隊による大規模空襲を行った。連合艦隊はギルバート方面、マーシャル方面に警戒配備を命じた。同時にトラック白地の追放、第4駆逐隊にブラウンへの進出を命じた。 訓練公開中の機動部隊もブラウニへ進出して20日、午後ブラウン機、随砲は21日にブラウニへ到着した。アメリカ軍機動部隊を警戒したものの戦闘は起きず、ブラウンに集結した日本艦隊は25日にトラックへ戻った。10月17日、アメリカ軍機動部隊ハワイ出撃の情報により、連合艦隊は機動部隊、戦艦部隊、 遊撃部隊の総力を挙げて、トラック白地を出撃、ブラウンへ進出した。米製 a 方面で警戒に当たったものの、アメリカ軍機動部隊の出動は誤報であり、各艦、各隊は26日にトラック白地へ戻った。この大規模行動により、トラック白地の燃料は枯渇してしまい、本土から補給を行う必要に迫られた。その上、 随法を含む各艦の飛行隊は10月下旬から11月上旬の路合作戦に派遣されて半数以上を消耗してしまう大打撃を受けた航空隊が消耗する一方随法は日本本土とトラック白地艦の輸送任務に従事トラック白地と横須賀艦を4往復トラックとクレの往復を1回行うしかしこの間、随法と同行していた大高型航空母艦の大き 高が12月3日に、アメリカの潜水艦、セールフィッシュの来撃で撃沈された。1944年1月19日、随砲と同行していた大高型運用が、ひかみなりして、大修理を余儀なくされた。1944年2月上旬、随砲は、空母千代田、千歳及び、第653海軍航空隊と、第3航空戦隊を編成した。 3月20日、竜邦の艦長交代に伴い、サイパングアム方面への輸送任務式を継承。3月21日、駆逐艦摂布、三雲に護衛されて、神戸を出港、横須賀へ向かった。3月29日横須賀を出港し、軽巡洋艦の城、駆逐艦三雲、摂布、初島に護衛されて、輸送任務に就いた。31日、 輸送部隊からの城が分離して、パラオへ向かった。4月1日、竜邦、初島と分離した。竜邦はサイパン島へ、随邦はグアム島への航空機輸送任務に従事。30日、グアムに到着すると2日間滞在。各艦は4月6から8日に、本土へ帰還した。マリアナ沖海戦4月8日、内地に戻った。 随法の乗組員は上官の所属が第1航空戦隊から第3航空戦隊司令官、大林松尾少将に変更されたことを知らされた。各官官長、岸義行、上栄一郎、杉浦九郎は3人とも、大佐職かつ海軍兵学校47期の同期生であり、1番艦、帰還地とせ、2番艦千代田、3番艦随法という指定がなされた。 海軍兵学校卒業時の成績順が騎士上杉浦だったことが大きく影響したと見られる。653空は旧式化した99式、艦上爆撃機の代わりに 250kg 爆弾を装備した零式艦上戦闘機21型を装備し、この爆戦で敵空母の飛行艦板を破壊することを期待されていた。第三航空戦隊の空母3隻は、 各艦30機搭載可能だったため、653空の定数は以下の奇数となった。5月11日、九州最急案に、戦艦武蔵第2航空戦隊、第3航空戦隊が集結、翌日執行し、16日にタウイタウイ白地に到着した。同白地では、アメリカ軍潜水艦の活動により、駆逐艦が次々に撃沈され、 空母機動部隊の飛行訓練は滞こうりがちとなってしまう。6月13日、タウイタウイ白地を出撃し、サイパン方面に向かう。6月16日、今作戦に従事していた戦艦山と武蔵第二水雷戦隊各艦と合流。第三航空戦隊は、第二艦隊を主力とする前衛部隊に所属して、マリアナ沖海戦に臨んだ。 18日午後3時、作敵機からアメリカ軍機動部隊発見の報告があって3、高戦核艦は攻撃隊を発進させるが、小沢寺三郎司令長官は攻撃を中止させた。19日、攻撃隊が発進。8時40分頃、随砲は小沢機動部隊後部隊第1攻撃隊120機を敵機と誤認して対空射撃を行い、 ヤマトから警告されて、射撃を中止した。2から3機が墜落したという。また攻撃隊も回6回、ヘルキャット戦闘機に迎撃され、ほとんど戦果を上げることなく大損害を受けている。後部隊も、アメリカの潜水艦の来撃により、大砲、昇格の2隻の空母が喪失した。20日、小沢機動部隊は、後部隊、オッツ部隊、前衛部隊、 燃料補給部隊が同一海面に集結するとアメリカ軍機動部隊発見の報告があり小沢は飛行可能な残存約40機の空中退避を命じるアメリカ軍機の空襲により空母費用タンカーの信用丸、原用丸が沈没空母随格、順洋、流砲が損傷前衛部隊では千代田、春菜、マヤが損害を受け 未帰艦期は24機に上った。22日、艦隊は沖縄中城湾で燃料補給を行い、24日夕刻に桂島白地に到着した。7月29日、随宝は97艦航12機と軍需品を搭載して横須賀を出港、小笠原諸島の父島へ向かう第3729輸送船団を護衛した。護衛を第4駆逐隊。 第61駆逐隊が担当した。8月上旬、クレに寄港する。12センチメートル28連装分身砲の新設や機銃の増設等の改造を施され、19から28日までドックで整備。30日、クレを出港し、瀬戸内海で訓練に従事した。同時期、連合艦隊は、アメリカ軍のフィリピン方面への進行を予想し、 都市豪作戦を立案している。沿河の岬沖海戦10月上旬、アメリカ軍はフィリピン方面に上陸を開始し、フィリピンの戦いが始まった。10月10日、沖縄大空襲により被害を受けた基地航空隊を補強するため、連合艦隊司令部は小沢機動部隊の航空兵力を陸上基地に派遣するよう命じた。空母に搭載する。 航空戦力がなくなってしまうという小沢長官の抗議に対し、草加龍之助連合艦隊参謀長は、今度の作戦に空母は使わないと返答するも、17日になって、機動部隊に対し霊手方面への出撃準備を命じる。20日、豊田蘇江無連合艦隊司令長官は、正式に都市号作戦を発令した。小沢機動部隊には、 ルソン島を東方海面に進出し、アメリカ軍機動部隊を北方に誘致させて、遊撃部隊の0手腕突入の猶予を稼ぐ、おとり任務が与えられた。小沢機動部隊は、第3航空戦隊、第4航空戦隊、第31船隊、第61駆逐隊、第41駆逐隊等で構成されていた。20日に収容された随砲の搭載機は、0戦 8? 戦爆4、天山4の16機、艦隊全体としては100機程度であった。22日、随砲は、軽巡洋艦玉特築艦切りに、燃料補給を行った。10月23から24日、レーテワンに突入予定の第一遊撃部隊は、米潜水艦の襲撃や機動部隊艦載機の空襲により、機関の従順やタゴ、マヤ、 戦艦武蔵を撃沈されるなどの被害を出した。同日、小沢機動部隊は58機の攻撃隊を発進させる。戦果はなかったが、この攻撃により、ウィリアム・ハルゼジュニア大将は、小沢機動部隊の存在を知り、同艦隊こそ日本艦隊の主力とご判断すると、第38任務部隊を率いて北方への進撃を開始した。なお、小沢機動部隊各艦には、 報道範囲が上巻しており、随法には竹内光一カメラマンが上巻していた。竹内カメラマンが随法官上で撮影した映像は昭和19年11月9日、風切り日本ニュース第232号として一般公開された。航空機搭乗員に訓示する将校は随法の杉浦艦長で被弾した随法の飛行館般の様子も撮影されている。 10月25日、小沢司令長官は、残存29機の内冷戦19機を、直駅として残し、10機は、策的任務後に、陸上基地へ向かうよう命じた。艦隊は、対空戦闘に備え人形を変更。小沢機動部隊の空母は随格、随頬と千歳、千代田の2部隊に分かれ、それぞれが、臨境陣を組んでいた。随頬は、機関、 随格の左前横 2km に配置、臨境人戦闘を、軽巡洋艦大与度、最後尾を、戦艦伊勢が航行し、随法の左舷を、駆逐艦秋月、区は、随格の右舷を、駆逐艦初月、若月が護衛していた。空襲直前、随格所属の天山一機が、エンジン故障のため随法に緊急着艦する。艦内に収容する余裕もなく、同期は、 飛行艦板最後尾にワイヤーで固定された。縁画の岬を沖海戦時にアメリカ軍機が撮影した随砲。飛行艦板に図ほと書いているのが見える。被弾しつつも攻撃を回避し、奮闘する対戦末期の日本空母を鮮明に捉えているが、関西機の姿は見えない。8時15分 -20 分より第一次対空、戦闘が始まった。8時35分に 爆弾一発が随砲の後部エレベーターに命中、直接相打に切り替えた。火災も発生するが、約10分で沈下に成功した。先の天山は、被弾時の爆発にも無傷で残り乗組員たちの士気を高めたが、さらなる空襲が予想されるため残してほしいという、乗組員たちの懇願にもかかわらず海中投棄された。他館は、8時56分に、 随宝の左前方を航行する駆逐艦秋月が大爆発を起こし合沈した。随格は左舷後部に巨雷一本が命中して二軸運転となり通信能力を喪失。千歳が9時37分に沈没、玉が飛来落語、千代田が被弾損傷という被害を出している。10時以降の第二次大空戦闘では、千代田が炎上、伊須津と共に落語した。 空襲後の午前11時前後、小沢司令長官は随格から大淀に移動した。13時から開始された第3次対空戦闘では、上空、ナオイの冷戦はすでに燃料切れで着水していたことも、あり、随格と随砲は、アメリカ軍機の集中攻撃を受けた。13時17分、右限後部に、巨雷一本が命中、最大発揮速力12ノットとなる。さらに、 爆弾二発も命中して右傾斜七度となった。火事は故障して人力相打となり、機関室にも浸水が始まった。14時14分、随格が沈没した。集中攻撃を受けつつある随砲、攻撃後、退避中の米機から見たもの、巨大な水柱に囲まれつつ、戦闘を行っている。同時刻、最大発揮速力6ノットに低下していた随砲は、回避運動も、 ままならないまま集中攻撃を受け続け、右縁に複数の魚雷が命中し完全に航行不能となった。また、艦の傾斜も増大した。ここにいたり、機密書類の処分や護身衛の移動等、艦長は沈没に備えた処置を命じる。負傷者はカッターボートに収容されて脱出、大淀より随法直江を命じられていた桑に救助されていった。軍艦機降下の後、 総員体管が命令される。15時27分、艦備から沈み始めていた随宝は、右舷環境下部に魚雷を受け管中央部より、分断され、沈没した。駆逐艦層に、艦長以下847名が救助された。竹内カメラマンもクアに救助され、霊き海戦の貴重な映像を持ち帰ることに、成功した。また15時20分以降、 対空戦闘継続中にもかかわらず、伊勢は洋上に停止して人員救助を開始し、随法の上院98名を救助した。沈没時、随法には、巡視官以上65名、下士官兵909名、容認3名、計977名が乗艦。このうち、巡視官以上7名、下士官兵208名、容認1名が戦死、巡視官以上58名、 カシカンペ701名、4人に、計7 6 1名が生還したという。なお随砲の沈没後も戦闘は続き、チヨ田と諸月が追撃するアメリカ軍機動部隊に、捕捉され砲戦の後に沈没した。諸月の乗組員のほか、救助された航空機搭乗員や、沈没艦乗組員も大多数が戦死した。単艦で、機体中の軽巡弾も、 アメリカの潜水艦ジャラオの来撃で撃沈され、こちらも全員が戦死した。10月26日、沖縄中ぐすく湾にて、クワワイスズ及びマキに、随砲上院を移乗させ、随砲の戦死者2名をダビに付したという。各艦に便乗した生存者は、その後、日本本土に送り届けられた。最終時の随砲の艦型図、一部推定、図法と描かれているのがわかる。 水崎昭次郎大佐。1936年6月19日から1936年10月7日。大塚強大佐。1936年10月7日から1936年12月1日。柿本の,の健一郎大佐。1936年12月1日から1937年12月1日。橋本愛次大佐。 1937年12月1日から1938年9月20日、橋本愛次大佐、1938年9月20日から1938年11月20日、橋本愛次大佐、1938年11月20日から1938年12月15日、中里隆二大佐。 1938年12月15日から1939年8月1日、以後1940年4月24日まで、偽装委員長を置かず。江口松郎大佐、1940年4月24日から1940年10月15日、野本ためき大佐、1940年10月15日から1940年11月5日、 野本とため大佐、1940年11月5日、追放官庁、長1940年12月15日から1941年9月20日、大林松尾大佐、1941年9月20日から1942年12月5日、山口文次郎大佐、1942年12月5日から1943年7月5日、服部和次勝大佐、 1943年7月5日から1944年2月15日、杉浦苦郎大佐。1944年2月15日から1944年11月10日、航空母艦一般計画要領処付現状調査 P2 に,によると、天輪安定義を搭載しない場合の計画値は、基準排水量 1163A トン、格子排水量13000トン、 満載排水量14,054トン、講師平均気水6.61メートル、満載平均気水6.98メートル。天輪安定義を搭載した場合の計画値は、基準排水量1万1 2 6 2エトン、講師排水量13,100トン、満載排水量14,154トン。 甲子平均喫水6.64メートル、満載平均喫水7.01メートル。ありがとうございます。